都道府県立自然公園、千葉県立大利根自然公園千葉県立大利根自然公園は、舎川を中心とした千葉県北部に位置する都道府県立自然公園。神崎のオークスは、国の天然記念物に指定されている。神崎神社と神崎のオークス、神崎大橋千葉県北部の香取市、香取郡神崎町に位置し、舎川の河川敷を中心とし、神崎の森、 沢原公園、香取市上宿台周辺などを含む自然公園である。区域面積は5.03平方キロメートル。付近の小野川、大須川、八軒川は区域に含まれていない。水峡大橋より、東側の千葉県道2号三戸保古田沢原線付近は、水つ筑波国定公園の区域となる。特色として、吉谷小木に覆われた河川敷と周辺の田園風景。 その中に島上に残された、神崎の森が広がる。以下、区域図を参照。神崎のオークス、井能忠敬銅像周辺には、重要伝統的建造物群保存地区、平成百景、日本遺産などに選定されているサハラの町並みがあり、歴史的町並みや観光船などの水資源を活かした、観光資源が集約している。代表的なアクセス方法一覧。 ありがとうございます。